はい、田中90です。今回ですね、シーズン13の前に、シーズン13のね、調整などを含むアップデートが先行してきました。シーズン13自体は12月22日に来るんで、2日前に来るっていうね、COD モバイル史上最速のアップデートと言えるでしょう。シーズン前に来る大型アップデートとしては。で、今回はね、そのね、アップデートの解説をひたすらしていくって感じですね。で、皆さんが気になるのは、絶対にフェネックが弱体化したかどうかだと思うんですよ。で、早速ね、使っていくんだけど、まあね、これボット戦だからね、分かりにくいっちゃ分かるんですけど、リロード時間長くなったんですよね。まずフェネック、弱体化の内容としては。あと、命中率も下がりました。フェネック全体のね、歩行時とジャンプ時の命中率が下がりました。あと、フェネックデュアルのダメージが下がりました。まあでもね、このボット打ちじゃね、ダメージ下がったか正直分かんないんですけど、体感は。ちょっと演習場行こうか。ほんとだ、めっちゃ下がってる。やば。これ 12?12か。12ってことは、前までは18で6発キルだったと思うんだよ。12ってことは、やばいね、これ。9発キルか。相当弱くなってる。いや、でも、すごいね。9発キルでなったでしょ ?6 発キルから。相当弱体化したね。あと、それ以外にも、フェネック自身の弱体化内容としてはね、この、ライトバレルショートの移動速度が弱体化されたらしいです。あと、ストックなしの移動速度も弱体化されたんですけど、まあこれは、ちょっと見てほしいんだけど、ほら、わかるこれ、エイム時間とかのね、パーセンテージ書いてくれるようになったんだよね。これめっちゃ良くないこれ。これめっちゃ良くないこれアップデートで変わったことなんですよ。これマジでいいよね。これ本当に。これクソいいアップデートだと思う。これで、何パーセントエイム速度下がったんですよっていうのがね、わかりやすくなったんで、クソいいね。あとはなんか、もう少し細かいね、このダメージとかのやつを、レートとかをね、ちゃんとこの意味わかんない数値じゃなくて、実際の数字にしてほしいんですけど、まあそれはね、次のアップデートで期待することっすね。で、フェネック以外の次はね、弱体化の話に移っていくんですけど、アークティックが弱体化されました。具体的に言うと、この MIP ストッピングパワーリロードの連射速度反動制御、弾薬量が全て低下したらしいです。まあでも根幹のね、全部一撃ってのが修正されてないんで、まあぶっちゃけそこまで痛手ではない気がする。まあ連射速度もともとこいつ遅かったでしょ。まあこんな感じの連射速度なんで、まあそんなめっちゃ遅くなったってわけじゃないんで、弱体化って言っても、噛んだ。弱体化って言っても致命的なね、弱体化ではないと思われます。次、HVK の大口径弾薬のダメージが減らされました。まあ、厳密に言うと、大口径弾薬の中間距離、中距離のダメージが減らされました。なので近距離は普通に4発キルです。まあ、前まではね、クソレンジ長かったんですけど、今は20メートルでもう4発キルじゃなくなるっぽいですね。もうこれ海外だとクソ暴れてたらしいんで、まあ、妥当なアップデートと言えるでしょう。この HVK の大口径かなり強かったからね、大口径グループの中で。で、スナイパーライフルね、なんかね、強化された説があるんだよね。なんかエイムした後にさ、スナイパーってさ、ちょっとさ、ブルって寄るじゃん。あれがクソ短くなったってね、アップデートで書いてあるんですよ。やめてくれよ、スナイパー強化は。またあれか、フェネックデュアルに奪われたスナイパーの時代を取り戻そうとしてる。運営の派閥がいるのか。このゲームスナイパー大好き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 成人多いからな。わかるこれ。違い。前との違い。俺正直あんまスナイパー使わないからわかんねえな、これ。あ、でもなんかさ、やばくねこれ。揺らがないじゃん、これ。ずーっとガン見するのは弱いけど、ほら、わかるこれ。これ覗いてさ、ちょっとした後はさ、これ、あ、これのこと言ってんのか。安定するようになったんだ、これ。え、これやばくねこれ。ざーなーなんでこんな強くしたんじゃーということでね、スナイパーって前さ、ブル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 って震えたじゃん。で、それが、その覗いた直後に限って言うならば、なくなったということですね。で、ずっと覗き続けるとこうやってね、震えるようになるんで、まあ、突砂が強化されたって言ってんじゃねこれ。こうやってさ、こうやってやって、この瞬間震えないからね。ということで、スナイパーはおそらく強化されたということで。ふざけんなーまあそれ以外だと他の武器の調整の話すると、ICR のこの YKM、インパグラルサプレッサーライト。これの反動制御が低下って書いてあるんですけど、どこにもこれ反動制御のね、ちょっと書いてないんですよ。これ正直。もともと書いてないよね、なんも書いてないんで、おそらくこのアタッチメント反動制御するっていうね、隠し効果があったんだと思われます。それが削除されたのか。で、同様のことが、この LK24 の YKM インテグラルなんとかと、RUS の YKM インテグラルサプレッサーのライトの、もうその全てのこの3つの YKM インテグラルサプレッサーライトバレルの反動制御が低下したらしいです。はい。でもさっき言った通り説明文には書いてないんで、ちょっとね、訳がわからないっていう感じですね。で、次。BK57 に新アタッチメントが追加される予定らしいです。これですね。エリートフォアグリップ。縦反動が減るやつです。まあ、これは正直どうでもいい。それよりも、レーザーバックに新アタッチメントのラピッドファイが来るんですよ。これどういうことかっていうと、レートが上がるんですよ。10% も上がるんですよね。これ楽しみじゃない？これめっちゃ楽しみだよね。レーザーバック 10% レート速度上がるとしたら、そこそこ強くなると思うんだよね。ということで早く来てほしいですね。これマジで楽しみ。で、次はね、今回のアップデートって SP がめっちゃ調整されてるんですよ。例えば、デスマシン。このデスマシンの弾薬が増えて発射速度が徐々に増加するようになったらしいです。強化っすね。イコライザーも強化されて、弾薬の量が大幅に増加しました。って感じらしいです。これ、弾薬ってよりも中距離ダメージがなんか微妙なことを改善した方が良さそうな気するけどね。次、アナイアレーターがまた弱体化されました。弾薬の追跡範囲が減少しました。どんだけこいつ強いんじゃって感じだよな。これでも使える可能性は全然あるっていう。で、次、バラスティックシールの弱体化と強化が来ました。ピストルの弾薬量が減ったんで、継戦能力が下がった代わりに、アナイアレーターの、追跡から正面の場合は、避けれるようになりました。前まではさ、正面でもさ、普通に撃たれてたけど、それがなくなったってことですね。なんで、強化と弱体が同時に来たと言えるでしょう。これが SP のね、調整ですね。で、次なんですけど、デッドサイレンスがね、弱体化されたらしいんですよね。もうデッドサイレンスはパーク3の王様だったんですけど、これってさ、もうさ、走ってる時にも効果あったじゃん。で、それがなくなったっぽい。このデッドサイレンス中なんですけど、これ。皆さん、走ってる最中の足音聞こえます？聞こえないね。多分、絶対聞こえないと思う。俺も聞こえてないもん。ってことで、一時的に音声上げます。まだうるさくないけど気をつけろ。おお！ほんとデッドサイレンス中でも足音聞こえるようになってる。ほら。すげえ、これ。足音聞こえるようになってる。この走ってる最中のデッドサイレンスが無力化されたらしいんですよね。で、歩いてる時には効果があるらしいです。歩いてる時ね。いくよ。これ歩いてる時ね。覗きながら。あ、確かに音聞こえない。で、しゃがんでる時も、いや、しゃがんで歩いてる時も音聞こえるな、言うて。言うて聞こえない？言うて聞こえる。伏せてる時は？言うて聞こえるな。まあ、だからデッドサイレンス確かに、しゃがんでる時歩いてる時には効果発揮するらしいんですよ。あと歩いてる時も。でもまあ、ちょっと音聞こえるようになったと言えるんじゃないでしょうか。はい。まあ、これ最大にうるさくしてるやつなんですけど。デッドサイレンス弱体化はね、無音ゲームから解放されることを祈ってますね。まあ、基本的にこれからはね、その走ってる最中は音が聞こえるようになったんで、これガンマチ強化なのかな。ちょっとガンマチ強化かもしれない。あと武器切り替え中に、そのアニメーション変えて、この、あります。移動速度が変わらなくなったらしいです。前はね、遅くなったらしいんですけど、今は変わらなくなったということで、これ地味にアップデートいいんじゃないですか。あと、伏せロックがね、伏せたらしいんだよね。ほら、なんかほら、後ろに障害物あっても、伏せれるようになったらしい、ほら。あ、待って、ほら、普通の障害物だと、なんか前、これ前に加速して伏せる。勝手に前に加速するんだけど、これウケる。これわかる？前に勝手に加速して伏せるようになってる。ウケる、これ。ということで、伏せロックが消えたらしいです。はい。これはいいね。伏せロックうざかったもんね。いいね、いいね、いいね、これ。これでもなんか微妙に加速してしゃがむのウケるな。これ微妙に加速してしゃがむんだけど、マジでウケる。あとこれパッチノートに書いてないんですけど、愚痴投稿サイト Twitter によると、伏せキャンができなくなったらしいです。はい。というよりも、なんか伏せるまでちょっと長くなったかな、これ時間。って感じがする。わかる？これ今伏せてんだけど、ちょっと時間長くなったかもしれない。なんか、ボタンを押して伏せるまでちょっと長くなったかもしれない。これなんかちょっと伏せがさ、遅くなってないこれ。どうなんだろうこれ。まあ、とりあえずね、愚痴投稿サイト Twitter によると、伏せキャンができなくなったらしいです。はい。伏せキャンうぜーって言った人にとっては朗報じゃないでしょうか。最後の最後で噛んじゃった。あと、それ以外だとこっそり闇ガチャが追加されました。はい。これっすね。前のそのお正月とかでも切った、この DL933 ホリデーの再販と AK117 ホリデーの再販が来た感じっすね。で、それ以外のアップデート内容としてはね、まあ、シーズン13で新武器のね、OXR とピースキーパーと、あと新スコアストリークのね、INAP システムが来るって感じっすね。あ、ちなみに OXR、MP7 はイベントで来るって書いてあるんで、シーズン13が始まった時点ではおそらく来ないと思われる。まあ、今回こんな感じでね、アップデート情報を解説してきましたが、まあ、フェニックデュエルのね、時代が多分終えたんじゃないのかなと思うんだけど、これでコメント欄で、いや、全然強いよって言われても私は責任取りません。じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おつ。